本日は神話学園命の森づくりプロジェクトのプロジェクトリーダー川下さんにお話を伺いたいと思います。おはようございます。川下さん。おはようございます。はい、命の森プロジェクトを担当されていらっしゃるんですよね。はい、そうなんです。はい、今どういったものなんでしょうか。はい、命の森プロジェクトはその土地本来の樹種を使ってですね、はい、できるだけ自然に近い森を復活させていこうという取り組みになります。はい、それも障害をお持ちの方たちとご一緒に苗木作りから携わっていただいて、はい、森を増やしていくという取り組みになります。素晴らしいですね。はい、今樹種っておっしゃったのは木の種類ということですよね。そうなんです。はい、ちなみにどういった木を中心に扱ってらっしゃるんですか。はい、そうですね、中心になってきますのは主要五木といいまして、はい、シイタブ、カシ類という常緑広葉樹の樹種になってきます。あ、そうなんですか。はい、シイの木、タブの木、はい、そういったものが中心なわけですね。はい、わかりました。はい、一般的にはどんぐりですとか、はい、タブですと実から取れる種からなんですけれども、はい、そういったものから苗木を作っていくわけですね。はい、じゃあどんぐり拾いから始めたりするわけですか。もしかして。そうです。はい。ああ、はい、なるほど。はい、一本の木から結構たくさんのどんぐりが取れるんですよね。はい、取れますね。はい、母樹をある程度特定してですね、この母樹のとにかく子どもたちを拾おうということで毎年狙っている木がありまして、はい、はい、秋になったらばその下に行ってですね、落ちているどんぐりを拾わせていただくという。はい。はい、そこから実際に苗木作りが始まるわけですね。そうなんです。なるほど。はい、今障害者の方たちと一緒にっておっしゃってましたよね。はい、神話学園さんが母体となってこのプロジェクトを進められているっていうことだと思うんですけども、はい、ちなみにじゃあ神話学園さんは障害者の方たちの、はい、学園って思ってよろしいんでしょうか。神話学園という名前がついてしまっているので、はい、よく何か学校をやってるのかなっていうことで誤解されることが多いんですけれども、障害をお持ちの方うちの場合は中心は知的障害をの、はい、知的障害のお持ちの方たちが中心、はい、たちが通所だったり介護だったりうちの施設を、はい、いろんなタイプの施設をご活用いただいているような形で、はい、約450名ぐらい、はい、利用いただいています。ね、はい、でその方たちの一部の方たちで進められていらっしゃるのが、はい、この命の森づくり。はい、はい、そうなんです。なるほど。はい、でも川下さんがこれに関わろうと思われた何かきっかけっていうのがあるんですよね。はい、それはどういったことなんでしょうか。はい、もう元々地球がすごくもう大好きな人間なので、はい、例えば普通の日常生活の中で朝起きて、はい、生きてるだけで今日も生かされてしまったっていう、この なんて言うんでしょう、降り注ぐ愛っていうんでしょうかね。すごい。本当に地球のおかげさまだなって思う。そうですよね。もう朝日を浴びた瞬間に今日もありがたいなって思える気持ち自体も素敵なことですよね。そうですね。はい、本当にそう思います。もう鳥の声を聞いただけでも、もうおっしゃる通り朝日もそうですけれども、雨が降った時も地合いの雨ですしね、そうですね、大地を潤しますしね、はい、地球の自然の采配っていうのは絶妙だなと思っていて、はい、もう日常の中で感動するんですけれども、その中でもやっぱり人間のこの経済社会を支えるためにですね、今犠牲になっているのが森だと思うんですね。なるほど。で、その森があるからこそ私たちはその当然息もできますし、はい、森が作ってくれる水で日々の生活が成り立っていますし、はい、あとは森が落とす落ち葉が土壌動物に分解されて土がありますから、はい、その土を使って私たちは畑を耕して農作物を作るんですよね。それにいろんなその、植物の蓄積がですね、何も地層になって何年も時間が経って何億も時間をかけて上場されて石化したものが、はい、石炭になったりだとか石油になったりですよね、はい、石化したものが石油になったりだとか、はい、そういった中で私たち その私が今着ている服もそうですけれども、はい、いろんなものが森の恩恵で形を変えて、身の回りを包んでくれているんですよね。そうですね、はい、今ちょっとお洋服の話が出たんですけど、背中にはそのプロジェクトのお話が、はい、命の森づくり、はい、神話学園って書かれてますね。はい、どんぐりの絵がすごい可愛いですね。そうですね、はい、どんぐりブラザーズの
い、はい、で本当にその森がなくなっていく現状の中で、はい、このままではダメだと思っていた時に、まあ、ご縁をいただけたのが三宅先生という横浜国大の名誉教授でいらっしゃる、はい、もうご高齢な方でいらっしゃって、はい、で同じ環境フォーラムで発表されていた社会福祉法人神話学園の取り組みだったんですね。なるほど、はい、そこでご縁をいただいたんですね、なるほどなるほど。でも実際にそれまでは神話学園さんにもこの森作りにも直接携わっていらしたわけではないわけですよね、はいはい、そうです、はい、お話をお聞きになられて、これをぜひ、自分も参加してなさろうと思った、やっぱり一番大きな理由っていうのはやっぱりその地球を環境を良くしていきたいっていうそういった思いからなんでしょうか。やっぱりその自分の成長過程の中で高度経済成長期という、はい、日本がもう、まあ、イケイケなんだんでとにかく経済を効果をこう上げていってですね、まあ先進国の仲間入りをしようって頑張った時代がありましたよね、はい、時代の中で、まあ、仲良くしていた自然まあ、身近で一緒に遊んでいた自然がどんどん開発されてなくなっていきましたよね。なくなっていったんですよ、はい、それをまあ体験しながらですね、何かしたいと思いながらも、いろんなその地球環境は今こういう環境なんだろうですとか、海流の温度が何度上がって熱帯魚がどこまで来てしまっていてですとか、いろんな情報を集めるんですけれども、じゃあそれに対する、まあ、有用な対策は何をやればいいのかっていうところが直接的でプラスになる事業っていうのが私の、まあ、集めてる、まあ、小さな情報源の中では、あまりこれだって思うものがなかったんですよね、実際問題、本当に個人の力で一体何ができるのっていうところが、いつもこう、もうもどかしいっていうか、ね、何かしたいんだけど何ができるの、でわずかな力でも注ぐんであれば有効なことに注ぎたいじゃないですか、なので私もいろいろ模索していった中で、やっぱり植樹っていうところに私もちょっとピンときた部分があるわけなんですよ、そう考えるとちょっと似通ってるかもしれないですね。そうですね、そう思います、はい、しかもそれを社会からある意味阻害されるというか、まあ、僻地に追いやられてしまっている、はい、障害をお持ちの方々と一緒に、環境改善に取り組めるっていうのはある意味素晴らしいですね、はい、福祉の環境の改善でもあり地球環境の改善にもなり、やっぱり私たち普段普通に生活していると、その障害をお持ちの方と接する機会自体もそんなに多くはないものですから、そうですね、そういう方たちがどういう暮らしぶりをされていて、どんな悩みを持ってらっしゃるかって私なんか不勉強でわからなかったりするんですけども、やっぱりなかなかこの今の現代社会の中で普通に生活されていくのにも大変な部分がいっぱいおありでいらっしゃるわけですよね。そうですね、日本っていうのは先進国の中でもですね、福祉に対しては少し遅れを取ってしまっている部分がありまして、まあ、ヨーロッパですとかもう少し進んだ文化の中では障害を持ちの方っていうのは一般社会にもう少し混ざり合って一緒に生活が成り立ってるんですね、ところが日本の場合は、まあ、社会福祉施設ですとか、特定の場所にですねそういう方々が集められてしまっていて、なかなか一般の方と混ざり合える機会がないんですね。そういう部分から言っても、植樹祭ですとか、まあ、植樹した場所を健全に保つための草むしりをする育樹ですとか、そういった作業で一般の方々と混ざり合える土壌っていうのが素敵ですね、最高の社会勉強にもなりますし、お互いを高め合えるステージになるわけですね。そうですよね、はい、いわゆる健常者と言われる人間たちも、はい、いろんな今の世の中生きていく中で大変な思いも抱えてるじゃないですか、そうですね、でこうやっていろんな方たちと接触することで、学んで高め合っていくことっていうのもできますよね、そうなんです、まさにおっしゃる通りですね、それで、まあ、最初は当初プロジェクト立ち上げ時には神話学園だけで運営をしていたというか実動の部分を担っていたんですけども、これをもう福祉館の横の連携でどんどん森づくりを広げていこうということで、すごい、はい、どんぐりブラザーズという横の連携が発足いたしまして、素敵ですね、
今はあの湘南のなぎさんっておっしゃる逗子にある施設さんですとか、はい、あの相模原にあります健康福祉会のパステルファームさんですとか、はい、あの小田原にありますあのパソプラサークルさんですとか、はい、いろんな施設が一緒になって育苗もあの苗を育てるところから一緒にあの作業していただいてますし、はい、食事でも連携いただけますし、なるほど、はい、実際にそうやって苗を育てるということは、はい、これ出荷をするわけですよね、はい、そうですね、この時に経済的なものが生まれてくるわけですよね、はい、そういうことはそこで生まれた経済効果が、はい、その障害を持ってらっしゃる方のところにも届くってことですよね。そうなんです。素晴らしい活動ですね、ありがとうございます。そしてまたありがたいことに、はい、あの真品学園の名前を聞きつけてですね、はい、あの真品学園のフィールド自体を実習の場として活用くださっている、はい、あの NPO 法人の志ネットワークの中の、はい、また青年塾さんっていう東北支援の取り組みをしていらっしゃる団体さんですとか、はい、またあの東北自体にあの細川元総理を理事に据えられて、あの森の頂上プロジェクトといって、はい、あの東北の海岸一帯に防潮堤を作ろう、防潮堤を作ろうという活動ですよね、はいはい、当番組でも応援させていただいてますので、そうですね、はいはい、そこへも、ね、出荷されていらっしゃるわけですよね。はい、そういった、うん、あのいろいろな森の活動に応援くださる、あの またまさにあの、まあ、本気で取り組んでいらっしゃるプロジェクトに関わらせていただくことで、はい、あの普通の環境では出会えない方々とご縁ができますので、うちの、 あの利用者さんにとってもどんぐりブラザーズメンバーにとっても、はい、とても勉強になるステージになっておりますね。いいですね、はい、この活動を本当に数多くの方に知っていただいて、はいはい、今は神奈川中心でなさっていらっしゃいますけど、はいはい、本当に全国のいろいろな福祉施設さんで苗作りをする、はい、生きたものを育てていくっていうことは、はい、本当に精神衛生上にもとてもプラスに働きますよね。そうですね、はい、あの実は杉山さん、神奈川ではなくてどんぐりブラザーズ、はい、実は静岡県にももう飛び火しているんです。素敵素敵、はいはい、あの時の巣の森さんという森作りをされている方の中で、はい、また施設の方があの育児で参加された時には、はい、あのうちのスキームを使っていただいて一緒にあの森作りをしていただいている形です ね、 いいですね、はい、もっともっと県外に広がって、はい、本当に全国規模になるように、そうですね、私も本当にわずかですけども、はい、あのお手伝いさせていただきたいなというふうに思っております。はい、はい、あのできれば東北にもそうですね、はい、ぜひ作りたいですね、あの誕生してもらえればなと思っておりますので、はい、じゃあ私もこのメッセージが届くように努力していきたいなというふうに思います、はい、よろしくお願いいたします。本日は神話学園命の森づくりプロジェクトチームリーダーの川下さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。